使っといてなんもなしかよ。お前どこに目つけてんだよ。どこに目つけてんだよ。ちょちょついてたー。妖夜のところについてたー。あ、なんかこれ妖怪の本とかで見たことあるやつ。やべえやべえ、あ、すっごいついてる。あ、すごいついてたー。ただいま僕は目とたくさんの目と目が合っています。初めての職業。あ、やっぱりやっぱりすごいついてる、すごいついてる。パート2、なんだろうこれ、めっちゃ怖い。こっち、こっちと見せかけてこっち、あ、こっちもついてた。だったらフェイントの意味は、フェイントの意味とは何でしょうね。こら、じゃんけん、最初はグー、じゃんけん、どれどれなんだこれ、グーなのかチョキなのか。まだ、あ、今チョキ出た、今チョキ出た。え、なにこれ、タイミングすげえおかしい。え、え、なに、え、なに、次何出んの。いやいやいや、やだ、ただの挨拶。安心しました。で、髪の毛の帽子の跡ついて人間味が出てて安心しました。それも本当に、あ、ちょっと出した、あ、ちょっと出した、あ、ちょっと出した、当てれた。なんでさっきまであんな大胆にガーってやってたのに、あ、やっぱりこの人大胆だった。そうですね、人間そんなに早く変われませんからね。ちょっと、あ、すっごい優雅に舞ってる。なんだろうこの心が現れるやつ。あれ、ちょっと待って、よく見たら何個か充血してる。あれかな、あの疲れ目かな、花粉症かな。あ、花粉症みたい、かゆいんだから。あそこ赤くない、あのやりすぎたらあのちょっと赤くなっちゃうから、ダメだから。